スピタメネスは、アケメネス朝、ペルシア時代のソグディアナ、バクトリアの豪族で、ソグド人の将軍。ダレエオス三世紀の死後、ベッソスと共に、アレクサンドロス大王に敵対したが、その後ベッソスを裏切って、彼をアレクサンドロスに引き渡し降伏した。その後さらにアレクサンドロスに反旗を翻したが、最後は暗殺された。スピタメネスは、アケメネス朝時代のソグディアナ、 バクトリアの豪族であった。紀元前331年のガウガメラの戦いで、アレクサンドロス率いるマケドニア王国軍によって、ペルシア軍が敗れると、バクトリアの総督であったベッソスは、ダレーオス3世を暗殺し自らを押唱した。スピタメネスは、ベッソスと共に、アレクサンドロスに対抗したが、ベッソスはあっけなく破れて、バクトリアを追われ、スピタメネスも彼と共に、 ソグディアナに逃走した。そこで仲間のオクシュアルテスと共に別卒を捕らえ彼の身柄をアレクサンドロスに引き渡して降伏した。その後アレクサンドロスはマラカンダを占領、さらにシルダリア側方面へと向かったがスピタメネスは間もなく反乱を起こした。アレクサンドロスは シルダリア川近辺の現地人との戦いで重傷を追いつつもこれを平定してアレクサンドリアへスタタ市を建設していたがスピタメネス反乱の知らせを受けて将軍パルヌケスに鎮圧の命令を出したスピタメネスはマラカンダを包囲したがパルヌケス率いるマケドニア軍が救援のために送られたことを知ると包囲を解いたその後深追いしてきたパルヌケス軍不評に戦。 騎兵三百を全滅させ、勝利を収めた。この敗戦の報告を受けたアレクサンドロスは、部下に対し敗北の知らせを外部に漏らさないように指示を出すと、自らマラカンダ奪ダ回へと向かった。しかしスピタメネスは、ソグティアナに残り、紀元前328年に、バクトリアを攻撃したが、バクトリアのサトラップであるフリュギアのアルタバゾスに、撃退された。その後スピタメネスは、 アレクサンドロスとの直接衝突を避け、その到着前にマラカンダを引き払って行方をくらました。スピタメネスの支給を献上されるアレクサンドロスその後、スピタメネスはスキタイ人やマッサゲタイ人などと同盟を結び、ソグディアナ各地の都市住民を組織して軍事力を保持し、アレクサンドロスが占領地に残したマケドニアの守備隊などを襲撃して回った。 そして追悼軍が現れると、あるいは現れる前に、直ちに撤退するという戦法で1年以上にわたって、マケドニア軍を拡乱した。アレクサンドロスはこれに対し、新たに、キリシア人傭兵部隊を増援に迎えて、兵力を確保するとともにキュロポリスなど抵抗した都市に、対しては占領後完全に破壊し、住民を強制移住させるという方法で鎮圧戦を行った。また、 スキタイ人に対しても切り崩しの工作が行われた。さらにアレクサンドロス指揮下の将軍たちもスピタメネスの反乱陣定に大規模に動員されるようになり、これによってスピタメネスの活動範囲は次第に縮小していった。そして紀元前328年、マケドニアの将軍クラテロスとの戦いで致命的な敗北を喫し、スピタメネスの勢力は大きく減退した。 さらにスピタメネスは328年の12月にガバイの戦いでアレクサンドロスの将軍コイノスに敗れる。アレクサンドロスの追撃から逃亡を繰り返したが、最後は逃走に疲れた妻によって暗殺されたとも、味方によって暗殺されたとも言われる。どちらにせよその首は紀元前328年にアレクサンドロスに差し出された。スピタメネスは アパメイという娘がいた。アパメイはセレウコス一世と紀元前324年2月に結婚した。セレウコス一世はアレクサンドロスの最も重要な将軍であり、後にディアドコイとなる。この夫婦は後にセレウコス長の統治者となるアンティオコス一世を授かった。いくつかの都市は彼女の名誉にちなんでアパメアと名付けられた。スピタメネスは スティーブン・プレスフィールドによる小説ザ・アフガン・キャンペーンにて中心人物ではあるが間接的に登場する。この作品の中でスピタメネースは生来の狡猾な軍事司令官としての才能が描かれている。この小説は主にスピタメネースによるソグド人の放棄が鎮圧される過程が描かれている。この作品ではスピタメネースは 妻によって首をはねられたとは描写されていない。彼は同盟国のマッサゲ隊に捕らえられた後首をはねられて平和を求めるためにアレクサンドロスのもとに首を差し出された。マッサゲ隊はアレクサンドロスが進行する予定の国であった。ありがとうございます。